串田和義さんは、父は哲学者の串田孫一さんで、祖父が三菱銀行初代会長の串田万蔵さんというものすごい家系の出身です。ご自身は俳優として演出家として、その世界では知らない人はいないでしょう。そんな串田さんの息子さんや妻などのご家族について、お伝えします。串田和義のプロフィール、本名串田和義、生年月日、1942年、昭和17年8月6日。出身地、東京都小金井市、最終学歴日本大学芸術学部演劇学科中退。所属事務所ドンデュークラブ、牧師、串田和義は息子が二人いる。再婚した妻はモデル写真家の串田明夫。前妻は吉田秀子ではない。串田和義は息子が二人いる。串田和美さんはこれまでに二度の結婚歴があり、それぞれの妻と一人ずつ息子さんを設けています。次男は串田ジュニア。串田和美さんの次男は俳優として活動している串田ジュニアさんです。ジュニアという名前はシェイクスピアのジュニアから名付けたそうです。かなり変わった名前ですが演劇家の串田さんならではの発想ですね。言い方によっては、ジュニアはジュニアにも聞こえますので、串田ジュニアというちょっとしたダブルミーニングも兼ねているのでしょうか。そんなジュニアさんは、2024年現在は25歳で非常にイケメンです。幼い頃から芝居や歌舞伎の舞台を見に連れて行ってもらっていたそうですが、いずれ自分があの舞台に立つ、という思いで舞台を見たことは一度もなかったそうです。学生時代は全く芝居には携わることはなかったそうですが、2022年頃から本格的に演劇を始めたそうです。俳優の養成所や演技の勉強はしたことはありませんでしたが、演技にはすっと入り込めたそうです。それは、幼い頃からたくさんの舞台を見てきて、理屈ではなく目で見て演技というものを覚えたのではないか。と分析されているそうです。父親の串田和美さんとの舞台共演も多く、何度も板の上で演技を交わしています。和美さんはジュニアさんとの共演について、舞台のセールスポイントとして親子共演は取り沙汰されますが、舞台が始まれば作品を一緒に作っていく同志という関係。息子だからどうとか言ったことはないそうです。ジュニアさんの方は和美さんの息子というだけでも注目されますし、緊張されているかもしれませんね。まだまだこれからの若い役者さんなので、ドラマや映画などで活躍される俳優になるかもしれません。長男は串田黙渡。串田和美さんの次男は、俳優、演出家の串田黙渡さんです。以前は、大正直劇団という劇団を率いて小劇場などで舞台の演出をしていました。ですが、2014年頃の公演を最後に劇団の活動は休止しているようです。2024年現在は演出家としてシンガーソングライターの谷山ひろ子さんのライブの演出などに携わっているようです。また、新宿区中落合にあるカフェ、リベッチオを経営されているようです。リベッチオはジャズや昭和歌謡などの音楽ライブも毎月行われているようです。黙渡さんが今後どのような形で演劇に関わっていくかは明らかになっていませんが、和美さんと共演されるのも見てみたいですね。再婚した妻はモデル写真家の串田明夫。
2024年現在の串田和美さんの妻は、モデル写真家として活動している串田明夫さんです。和美さんにとって明夫さんとは再婚ですが、明夫さんが何度目の結婚なのかは明らかになっていません。再婚したのは2004年頃ではないか、と言われています。明夫さんは学生時代に撮影したポートレートが篠山紀信さんの目に留まり、雑誌や CM に出演するモデルになりました。その後に写真を独学で学び、多くの映画ポスターや舞台のパンフレットなどを手掛けています。和美さんの作品にも多く関わっており、和美さんの代表作である、上海ガンスキングの再演について明夫さん自身の視点で綴った、私の上海ガンスキングという著書も発表しています。明夫さんの生年月日は1973年7月10日で、2024年現在50歳です。和美さんとは29歳差の年の差夫婦です。また、和美さんの長男である串田黙航さんの年齢は明らかになっていませんが、明夫さんよりも年上にあたるそうです。同じ表現者同士、年齢には関係なく惹かれ合うものがあったのではないでしょうか。天才は吉田秀子ではない。串田和美さんの一度目の結婚については、ほとんど情報がありません。お相手についても名前や顔写真なども不明。一般人だったのか舞台関係者だったのかも定かではありません。また、いつからいつまで結婚していたかについても、明らかになっていません。一説では前妻は女優の吉田秀子さんと言われているようですが、その情報は間違っています。吉田秀子さんとは1966年に自由劇場を一緒に立ち上げたという関係性ですが、結婚をしていたという情報はありません。また、吉田さんは2024年現在までに他の方も含めて結婚したという情報はなく、独身のままです。